皆さんこんにちは、サンプル紙の中村です。今回の動画はミシン掛けを仕事にしている K さんとミシン掛けのスピードを競う対決というような感じでね、ちょっと無茶な企画なんですけど、この袋、簡単なこの袋です、ね、このベージュ部分はこういう生地ね、はい、ただ単の長方形の生地の両端を塗って輪っかにして、この輪っかに楕円形をこちら側とこちら側を縫い合わせていくというふうな、そんな袋なんですけども、これを1時間に、用意ドンでスタートして、何個できるかを競うという、まあ、単純な、ゲームみたいなもんなんですけど、ね、まともにすると僕は負けてしまうので、K さんにハンデというか、これを1個ずつ作ってもらうことにしました。で、僕は、工程を分けて、最初の10分間でこれをいっぱい作って、ね、こっちとこっちばっかり塗っていっぱい作ってから、まあ、この楕円形を固めて縫い合わせていくというふうにしました。結果はどういう感じになってるんでしょうかね。はい、お楽しみください。さあ、ゆっくり始まりました。最初にね、少し早くミシン掛けをしたのは K さんですね。はい、素早く、輪っかを作っていってます。僕もちょっと遅れて今この輪っかを作ってる最中なんですけども、これはね、タイマーがまあ言うたら残り50分というところまで、作っていってますって言ってる間に K さん1本2本できました。だいたいこの時の K さんのスピードは1本あたり2分10秒ぐらいかかってるかなというような感じですね。ここでね、僕の方がね、ミシンのモーターの速度を上げました。ちょっとこれでは遅いということで、で言うてる間に4本できるので、この辺りで輪っかを縫う作業を終わって、今度楕円形を縫っていきます。ここで追い上げるぞという意気込みですけども、その間に、お、1個できた、あ、でも K さんができたできたというので6本離されてしまってます。これがどれぐらい埋まっていくんでしょうか。はい、また1本やったと思ったらかぶされて、また増やされてというような感じで、ほんのちょっとずつだけですけど、距離を縮めてます。ってことはね、僕効率よく塗ってるつもりでもなかなかなんかかなわないなというところが、もうこの時点でもうバレてるというような感じです。さあ、ここで K さんのカウントが 19.5 本というふうになってますけどね、実はそうなんです。ほら、あくびしてます。眠気に襲われていながら、ミシン掛けをしてたそうで、もうここら辺から朦朧と、でこう片方しか縫えていませんでしたので、0.5 本というような、勘定の仕方をしてます。さあ、そうとも知らず、僕はちょっとずつ、本数を詰めてるつもりでしたけども、まさか眠いとは。 K さんがあとこのあとね、またはい、また半分のを、入れて、またあくびしてます。さあ、どん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 、差は縮めてますね。はい、ここで1本差になったかと思いながら、まあここから平行線ですね。また、半分のものを計算し上げてしまいました。でここでね、気づいたんですね、半分のやつがあるということで、で K さんの眠気がここで一気に冷めてから、はい、僕の方はね、僕の方で輪っかのストックがなくなったので、もう条件はほぼ K さんと同じ状態で、縫い進めてます。
お疲れ様です。一応ね、結果なんですけども、最後の、Kさん最後に塗ったやつを、1個、あれはもうちょっと時間が来たので入れない。ということでね、数えていったら26個やったんです。で、26個のうちね、ちょっと1個でカウントしてるんですけども、これ、半分のやつ入ってました。これなんか途中で眠たなってたらしいです。そんなことある人が一生懸命競争しようとしてるのにね。で、僕も26個。だから、あ、これを、Kさんの場合これを1個とかん、計算したら26個になって、僕もこれ26個なんですけどね、ちょっとね、えらい差があるんです。仕上がりがね、僕の汚い。めっちゃ汚い。まあ、これはね、まあ、外に逃がしてるんやけど、そういうところじゃなくって、まあ、ひだも取れてんねんけど、こう見たらわかるかな。ちょっと、こうしよう。この側面から、底のこの生地がぴょんって出てるじゃないですか。特にカーブのところ。ね。こうして、これめっちゃ出てんのわかる。ね、これ超はみ出してます。ね、こういうのがすごい多いんです。僕が縫うたやつ、ほんま必死のパッチで縫うてたんか知らへんけど、これこっちもこっちもはみ出してるね。これはみ出しとったらあかんねんなっていうのをちょっと、思いながら計算の見てください。これまあよう揃ってるわはい、ほらね、このなんかはみ出してんのかな、はみ出してへんのかなというような感じですごい揃ってます。縫い代6ミリでちゃんと縫えてるんですね。上も下も、まあ、こんな具合に、ひだも取れています。ひだは僕もね取れてるんですけどね、汚いなんかねまあ一応そんな感じでね、ちょっとおまけでこの後、今回この1時間かけて26個ずつなんで、30個計算、腕ミシンで縫ったらどうなるんやろうっていうのをちょっと、最後に流して終わろうかなと思います。はい、ほんならちょっともうちょっとだけ続きますはい、おまけ映像始まりました。先ほど僕が縫ってた作戦と同じように、 K さんも、この帯状のものを輪っかに縫い合わせていくところから始めていってます。もう初めからね30本縫うっていう風に、決めているんで、もう30本分、生地を用意してます。それからまあ約15分後からもう楕円形と縫い合わせていってます。でこの後、普通の速度で、再生してますね。もうこれが縫い方がね完璧なんですね。もう僕には容しないです。とにかく早い、早くて正確ですね。はい、物を取り出しまして、しっかり釜を目印を合わせて、この返しミシンもミシンの速度に合わせて一目だけ、返しているって言ってる間に、もう一つ目のコーナーを曲がって、また二つ目のコーナー、見てる範囲もね、全体をこんな風に全体を見てるようで、釜からはもう目を離さずに塗っていってます。そうですね、もうまるで釜って合い印なんですけど、合い印が吸い寄せられるように、覆っていきますね。で今度反対側の楕円形を縫い合わせると、またこの返しミシン本当にすごいな。まあやればわかるんですけどね、これがいかに早いかっていうようなことが、もしね、これをやりたいという方が、いてましたら、ご連絡ください。用意して、撮影しに行きますんで。はい。結局30本は、1時間以内に塗ってしまうんですけども、もうさっきの競争何やってんっていうような、動画が撮れたことになります。さあ、これ最後の30本目です。はい、終了です。終了。
結局53分12秒で塗り上げたという、恐ろしい速さですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。